ございます。こんにちは。こんにちは。そしてこんばんは。こんばんは。ということで今週最後、いよいよまさかの最後の完結編。完結編、はい、完結編、そうらしいですね。あの湧き出てるあ、そうですね、はい、失礼しました。ということで、下手方京子がなぜ生まれたか、はい、まあ我々の歴史の中ではですね、実は平将門は滅ぼされたことになっている。ところがここは違う、ね、いない。実はですね、東国がそのまま実は、下手方として時空の狭間に異次元空間に流れていったんですよ。現世で討伐した玉の土台や討伐した人たちは実は幻を打ったりしている。そうなんですよ、幻。ずっと時空の狭間に行って、今今日あるのが私たちがいる下手方共和国と。この下手方共和国は将門の教えを守り、リーダーがね、リーダーシップで必要な暗くなく人なしをよく聞き、自己主張しない、統治すれど国にせずというね、金に物を言わせたり権力に物を言わせたりしてやる悪どい人たちと違います。感覚を持った人が時空の狭間に来たんですね。すごいですね。当時やっぱり日本っていうか、まあ私たちは縄文ですから、縄文的なね、まあ、日本も本来縄文のはずなんですよ。この素晴らしい縄文をね廃した国、まあ、最近どうも遺跡などを調べると、1万7000年前からすでに縄文文明があったという話題の方も最近出たみたいですけどね。なかなかそうですね、正しいんでしょうね、うん、で要するにみんなで決めていくというふうなことで、なんか数ヶ月で2ヶ月ぐらいで200つったという縄文文明ってお読みになりました。まだ読みました。ああ、なんか素晴らしいですね。で、おかげさまでそこで生まれたのは杉平家。杉平家が生まれたんですよね。で、今日、第3代、第2代大統領からもう当選回数が3回。無敵だ。もう終身かな。で、無敵でなんですよ。まあ、今年ね、信任投票行いますけどね、うん、なんかね、しぶといというか、悪どいしぶといかな。だって、下手方共和国は国歌があり、国旗がありますから。そう、花もあるんです、国歌。さすの花は。そうでしたね。下手方共和国の花ですから。何しろ、安田上部の1階にはですね、杉平神社。で、下手方一宮ですよね。はい、杉平神社ございますので、ぜひね、お参りをしていただいて、お札もありますんでね、やっていただければ素晴らしいですよね。なんかそんなことでね、下手方共和国巡りなんかもちょっと作りたいなと思ったんですけどね。そうですね。うん、いいですね。まさかどの史跡巡り面白い。あ、史跡ですね。ということで、平のまさかどお送りしてまいりました。まさかどに対して、山田中彦さん、どんな思いがございますか、今。残念なのは、だからね、いつまでも怨霊扱いされてるっていうのね。これは明治政府の陰謀なんで。そうですね。怨霊って、うん、さっき言った、道真とか、菅原道真とか、あと、実は明治政府が文化的にしたのは、出雲大社もそうなんですよ。ああ、出雲やってますね。はい、いわゆる国譲り神話の中でね、うん。そうすると、ああいうところの神社って、実は皆さんも多分分かってると思うんですけど、本殿に祀られてても、向きが違うんですよ。うん、ご神体の向きが。うん、だって、出雲神社だと、西向いてますよね、向こうの西さん。菅原道真、北野天満宮だと、道真さん、オフセットしてるんですよ。うんうん、だから、あれなぜかって言ったら、恨みを持って封じ込めた神様だから出てこられないんですよ。ところが観音明神はですね、まあ茨城千葉いっぱい将門のゆかりの神社ありますけど、うん、一つも曲がってません。全部鳥居からまっすぐ祀られてます。これはね、怨霊神じゃないっていう証拠。そこですよ。素晴らしいですよね。なんかそういうことを考えると、将門の、ね、素晴らしい功績は実は庶民の中に残ってると。そうです。ぜひですね、皆様も将門のようなリーダーを目指してですね、スマイルビジネスも楽しみにしていただきたいと思います。10月にはスマイルビジネスミーティングをまた再びやりますので、ぜひ皆様お楽しみということで、お送りしてまいりました平将門、いかがでしたでしょうか。次回はまた新たな切り口で下手方歴史探訪してみたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。へーい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったねー。